はい、どうもトラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、261日目ですね。はい、今回はですね、アニバーサリーのね選抜総選挙の投票をしていきたいなと思うんですけども、現在2020年8月25日の23時12分なんですけど、あと1日と15時間ということで、まあ、進み具合でいきますと、所持投票権が現在1304枚あって、累計投票数が1300なんでね、このあここですね、はい、S ラン規約書2600でありますんで、これまあ今回取れますんでね、これの開封もしたいなと思います。あとまあその投票報酬でもし S ラン規約書が出ればそれも開封したいなと思います。はい、それではですね、まあ今のところ全部、今のところと言いますか、全部この有原選手に1300全部入れてます。はい、今回も、有原選手に全部入れていこうかなと思います。それではいきます。これかな、これか、はい、これですね。はい、それでは入れていきます。S ランク来てほしいなと思いますけども、どうでしょうか。まあエナジーね、はい、エナジー来い、よし、はい、もうエナジーね、とりあえず要素もらえればいいかなと思います。あの S ラン客書とかね、なかなか難しいと思いますんで、とりあえずエナジーいっぱい、はい、こうエナジーもらいたいですね。多いですね、はい、いいですね。さあ、青いいですね。まあ、全くね、S ランク契約書、影も形もないですけど、まあいいです。はい、エナジーさえもらえればもういいかなという感じでやっていきたいなと思います。さあ、どうでしょう。A ランク契約書ぐらいはちょっと出てもいいかなと思うんですけども。阪神女性編の方でね、A ランク契約書、これで出ましたんでね、ちょっと、こちらでも A ランク客書1枚ぐらい出てほしいなと思うんですけども、大エナジー、大エナジー、さあどうでしょうか。あと何本、624、まだ結構ありますんでね。全然けへんな。大 B ランク客書、さあ大エナジー、エナジー、大エナジー、エナジー結構来ますね、これ。さあ、ちょっと S ランク逆勝、あ、おお、エナジー2つ。さあ、ちょっともうあと264、うん、なかなかやっぱ厳しいですね。そんな簡単に来るわけないですけどね、S ランク逆勝がね。まあまあ、でもとりあえずエナジーいっぱいもらって終わりたいなと思います。S ラン契約書の後もね、まだ累計で10エナジーでしたかね、ありますんでね、それもきっちり取っていきたいなと思います。はい、終わりですね。はい、S ラン契約書もらいました。はい、結局 A ラン契約書も S ラン契約書も来ませんでしたけどね、まあまあしゃあないですね。はい、それでは S ラン契約書開封したいなと思います。はい、エナジーはどれぐらい返ってきたんでしょうか。おお、41エナジー、はい、いいですね。はい、十分です。それではこの一番下ですね、総選挙累計2600票の達成の報酬 S ラン契約書、まあこのアカウント12球団編ということで、12球団で選手集めてて、純正はソフトバンク組んでますんでね、ぜひちょっと有能なソフトバンクの選手さんも来てくれると嬉しいなと思ってます。それではいきます。 S ラン契約書お願いします。のんこい、さあ誰来る、さあ誰、藤島選手、中日ですね。はい、藤島選手ですね。はい、たまちょっとね、 A ランクも1枚も多分持ってませんのでね、ちょっと残念ですけども、まあまあしゃあないですね。はい、まあ、最強決定戦の方ね、一応、このアカウント12球団編でソフトバンク女性君出るんでね、ソフトバンクでエントリーしてるんですけども、現在順位が 24,191 位ということで、まあ、結構底辺なんですけどもね、まあ、一応でもね、前回の上回りたいなと思ってましたんで、これじゃない、これですね、前回
前回何倍やったかな、37万、え、37,558か、37,558なんで、まあちょっと上回ってますから、24,191ということで、まあちょっと上回ってますんで、まあいいかなと思います。一応ね、まあめっちゃ弱いですけども、選手成績とか見ながらそれなりには楽しめてるんでいいかなと思います。まあ今回はちょっとね、ソフトバンクの女性なかなかできてなかったんでね、まあしゃあないかなと思ってます。はい、今回こんな感じですね。ちょっとマイスラン契約書でちょっと A ランク持ってる選手来ませんでしたしね、ちょっと残念ではあったんですけども、まあまあしゃあないかなと思います。はい、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編でした。